皆さんこんにちは、トッティです。まずはお知らせです。6月5日の配信で、この YouTube チャンネルトッティフィルムズから生まれるダイビング業界初の、新サービスをローンチ、する予定になっています。で、実はですね、もう半年前ぐらいからですね、この日のために、準備を着々と、進めてきていまして、もうここでねサービスの内容を言っちゃいたいぐらいなんですけれども、ちょっと準備がね最後に大詰めが残っていますので、もうしばらく、お待ちいただければと思います。で、ダイバーの皆さんがね今まで以上に、ダイビングが楽しめる、まあ、そんなサービスに、ねなる予定です。で、それに伴ってトッティフィルムズ公式 LINE を、開設いたしましたので、こちらもね、ぜひチェックしていただければと思います。で、豪華特典をね、用意していまして、登録していただけますと、LINE のメッセージでねプレゼントが送られてくると。で、このプレゼントの制作にもですねかなりの時間とお金をかけて、皆さんがね、楽しめるようなものを、作り込んできましたので、ぜひね、受け取って、楽しんで、もらいたいと思っています。はい、ということで、新サービスの発表は6月5日になりますので、ぜひ楽しみに、お待ちいただければと思います。では本編行ってみましょう。今日のテーマはガイドがやってる理想の泳ぐ姿勢というテーマで、お届けしていきたいと思います。まあ、皆さんの前にねガイドが、泳いでいると思うんですけれども、まあ、なんとなくね、泳ぐ姿勢というか、佇まいに、雰囲気があったりとか、ちょっとかっこよかったりとか、まあね、そういった感じだとは思うんですけれども、実はあれにはね、ちょっとしたコツと理由があってですね、今日の動画を見ていただければ、皆さんもその理想の姿勢をね、手に入れて、実践することができるようになると思いますので、ぜひ、最後まで、見ていただければと思います。で、ライセンス講習の時とか、ガイドからのアドバイスでよく水平姿勢で泳ぎましょうというふうにね言われると思うんですよ。まあ、水平姿勢になることによって流線形を保てるので、水の抵抗をね、受けずに効率よく進むことができますよと、いうことなんですけれども、僕も、この YouTube の方でたびたび水平姿勢でっていう風にね、言ってるんですけれども、厳密に言うと水平姿勢から、ちょっと変化させた形っていうのが、ガイドが泳ぐ理想の姿勢になっているんですね。今日はそこら辺をですね、ちょっと詳しく解説していきたいと思います。はい、それではですね、これから実際に理想の泳ぐ姿勢の映像をね、見ていこうと思うんですけれども、いつもの例のごとくちょっとその前にですね、理屈を解説させてもらいたいと思います。ここピュッとスキップしてしまうとね、あの理想の泳ぐ姿勢の価値を感じられないまま、見てしまうことになりますので、そうなるとね、この理想の泳ぐ姿勢の良さが、なかなか分かっていただけないので、ちょっとね、あの僕のお話で暇だと思うんですけれども、しっかりと、ここからお話も、聞いていただきたいと思います。まずはですね、水平姿勢が難しいのには理由があるということなんですけれども、もうね、まっすぐ水平姿勢っていうのはちょっとですね、あの現実的じゃないんですよ。それには理由があってですね、僕たち人間は普段直立姿勢で、生活していますよね。歩く時も直立ですし、こういうふうに、座っている時も直立で、座っていると思います。で、直立姿勢ではない姿勢になるとですね、僕たちは空間把握能力っていうのが、機能できなくなってしまうんですね。で、空間把握能力が正しく機能しなくなるということはどういうことかと言いますと、まあ、客観的に自分の体勢がどうなっているのかっていうのが、すごく分かりにくくなってしまうんですね。あとはですね、方向感覚も狂います。あのダイビングしてると、あの40分ぐらい経ったら気づいたら船の下に帰ってきてたみたいな、感じじゃないですか。なかなか道を覚えるって難しいんですよ。なぜなら、あの体勢がね直立ではない水平に近い状態なので、方向感覚がね、狂ってるんですね。なので陸ではあんなに道を覚えられるのに、水中では道をねなかなか覚えることができないっていうのは、直立姿勢から外れた姿勢で活動しているので、あの空間把握能力っていうのが著しく低下して機能していない状態なので道に迷う、
プラス、自分の状態を把握しにくいっていうことなんですね。なのでピタッと水平に泳ぐのってまずそもそもね、難しいですし、水平で泳いでるつもりでも足が下がっていたりとか、もしくは頭が下がっていてお尻が、上がっていたりとか、なので自分が泳いでる姿勢ってどんな感じなんだろうって皆さん思うじゃないですか。これなかなかね、自分で自分のこと分かる人っていないんです。僕でさえも自分がどうやって泳いでいるかって把握するのってね、結構ね難しいというか、まあ人間だからおそらくねほとんど無理だと思うんですよ。まあ、なのでそれが水平姿勢をね、ピタッと綺麗な水平姿勢を取るのが、難しい理由という、ことになっています。はい、ではですね、このピタッと水平に取るといろんな弊害がありますよということをねお伝えさせてもらったんですけれども、まあ人体をですね水中に、適合させた理想の泳ぐ姿勢っていうのを、これからですね、解説していきたいと思います。それではいよいよですね、理想の泳ぐ姿勢の映像をね、一緒に見て学んでいきましょう。まずはバタ足キックからですね。まあ、ガイドの皆さんはなんとなくね、こういった姿勢で泳いでいると思います。皆さんが見るガイドさんもね、こんな感じじゃないかなというふうに思います。はい、次は煽り足。足の動きは違うんですけれどもね、体の姿勢っていうのは、ほとんど同じだと思います。はい、最後はガイドキック。泳ぐ姿勢はどれも一緒なんですけれども、足の動きだけね違いますよと。はい、じゃあもう一回見て、実際にね、どこがポイントなのか解説していきたいと思います。はい、泳いでますね。はい、ストップ。はい、この姿勢をね、見ていただきたいんですけれども、まずは上半身、しっかり綺麗な水平というよりは、少しね体が起きている状態だと思います。角度にしてだいたい約20度ぐらい少し、体を前に起こすと。で、足はですね、これ実は水平状態になってるんですよ。まあ、膝の角度見るとちょっとねややこしくなるので、お尻の高さとキックしている、足先の高さ、まあ、かかとですね、お尻とかかとの高さが合っているかどうかで見ると、まあ足、下半身はですね、水平状態になっているんですね。この状態でずっと、キックをしていきます。はい、お尻の高さで、キックの打点がねあるという感じですね。はい、こちらも一緒です。煽り足はねちょっと分かりやすくて、足を引いた時ね、フィンが水平になりますよね。お尻の真後ろで、フィンキックをしています。はい、ガイドキックも同じ、お尻の真後ろに向かって蹴り出しているので、下半身は水平で、上半身は、約20度体を起こすと、これがまあ基本フォームという形になります。はい、それではですね、なぜこのフォームが、理想的なのかという話をね、これからさせてもらいたいと思います。まず下半身の話なんですけれども、下半身はビタッとね、水平を保ってくださいと。まあ、お尻の高さと、フィンキックをするね打点の高さが同じになるように、膝のね角度は気にしなくて大丈夫です。で、フィンキックがね、水平に、水流を生み出せていれば、まあ、下半身は水平と、いうことなんですね。フィンキックはですね、水平に水流を生み出してこそ効率の良いキックになるんですね。なのでこれが足が下がっていたり上がっていたり、打点がですね、水平ではない状態だと、まあ、効率の悪いキックになってしまいますよね。なので、まず前提として下半身は水平をキープ。はい、ここからがですね、ちょっとポイントになります。上半身は20度だけね、ちょっと頭を起こすという、イメージなんですけれども、まず頭を上げることによって、前方がねすごく見やすいんですよ。ザ水平にねピタッと本当になると、まっすぐ前見るのに90度顔をこういうふうに上げなきゃいけなくなるんですね。
まあ、あのテクニカルの機材とかそういったね水平姿勢が取りやすい機材をつけてればまだいいんですけれども、まあ、皆さんが使っているような通常のダイビング機材っていうのはどうしてもですね足が下がって頭が浮く、まあ、そういった姿勢になりやすいんですね。まあ、なのでその機材を使っていてビタッとそもそも綺麗な深水平を取って顔だけ90度こういう風に上げるって結構ね無理があるんですよ。プラスですね首が疲れてくるのでザ水平で泳いでいる人っていうのは視線がね下に落ちがちなんですよ。まあ人体の構造を考えたら当然ですよね。下に向かってこういう風にピタッとなっている状態なのでどうしても首上げるのが疲れるので下見がちになります。でそうなるとですね空間把握能力が狂ってしまうんですね。で、体を20度、上半身を20度起こす、一番のメリットはですね頭だけが、こういうふうに直立姿勢になれると。頭だけですねちょっと体が上がっているのでまあ、頭上げるのもそんな大変じゃないんですよ。なので、顔の角度だけでも、直立姿勢を保てると、これによってですね、空間把握能力は機能するんですよ。体はどんな方向を向いてても頭だけ直立姿勢だったら、これがね機能するので、まあ、自分がどういう体勢で泳いでいるのかっていうのが、把握しやすいんですね。はい、これがですねまずは一番のメリットに、なってきます。あとはですね、上半身を20度こういうふうに起こすって泳いでいくことによってですね BC の排気が泳ぎながらできるということですね。これちょっと映像見ていただきまして、はい、これザ水平ですね。はい、排気します。はい、全然抜けません。水平なんでねお尻の方にも空気溜まっていますんでねうまく抜けません。これを上半身20度上に上げるとですね排気しますよ。はい、抜けました。見てください。もう一度ね抜く瞬間のところ見ていきますよ。上半身20度起こすとですね排気バルブが、一番 BC の中で上にある状態になるんですね。まあ、この状態で泳ぐのでいつでも排気が可能だと。で特にこれ蛇腹でこういう風にやってもですね、まあ、そもそも体がちょっと上向いているので空気が全部上に押し上がってくるので、そのまま排気できますし、僕みたいにですね BC の肩口についてる排気バルブありますよね。こっちか、それでもですねいつでもどこでも、抜きたい量を抜くことができると。なのでね、BC の空気排気するのに体一旦起こす必要ありませんのでね、これがまっすぐ水平だとちょっとワンアクション必要になってきますよね。20度か上半身を起こすとノーアクションでブルーン排気することがね、できるようになりますと。でそうですね、デメリットもちょっとお話ししていこうかなとは思うんですけれども、まあ本当のねちょっと綺麗な水平姿勢よりは体を20度起こしているのでねほんの少しだけ水の抵抗がね、増えることになりますと。まあ、ただですね20度体を上げるだけでBC の排気がしやすくなるのと一番のメリット空間把握能力がね、使えると。まあ、なのでほんの少しの水の抵抗と今僕が言ったメリットっていうのはトレードオフになりますので、まあ理想の人体の構造を考えるとですね特性を考えると少しだけ上半身を起こした方がですねとても大きなメリットが得られると。これが上半身20度体を起こす理由になります。はい、では最後にですね、この理想の泳ぐ姿勢を皆さんにね、マスターしてもらうために、ほんの少しアドバイスをさせてもらいたいと思うんですけれども、まあ、ガイドがやってる理想の泳ぐ姿勢をマスターするのに必要なスキルを、ちょっとね解説させてもらいたいと思います。1個だけ、中性浮力。
中性浮力が、取れていないとそもそもですね、水平姿勢に近い状態にもなりません。特に下半身水平保つのには、これ中性浮力がね絶対に必要なんですよ。ちょっとね良くない、見本映像をね、一緒に見ていきましょう。はい、中性浮力取れてないのでね、どうしても下に向かってキックしてしまってると、もう体全体が立っているイメージですね。次は上半身だけなんとか水平姿勢なんですけれども、中性浮力取れてないとね、下に向かって、足だけキックしていると、こういう感じになります。はい、なんとなく水平姿勢っぽいんですけれども、一回体が立って寝て、体が立って寝て、これも良くないですね。はい、ということで中性浮力がねしっかり取れていると、ある程度ですねこういった、理想の泳ぐ姿勢っていうのに、すぐチャレンジして、マスターすることができるかなというふうに思います。どんな泳ぎ方でもですね、この姿勢っていうのは、利用することができますよと。はい、最後にガイドキックをね見ていきましょう。はい、という感じで中性浮力がですね、ものすごく重要ということなんですけれども、中性浮力も一緒に練習していった方がね、いいと思います。なので、前にですね中性浮力がたった1日で、8割9割マスターできる方法という動画ね、上げているんですけれども、その練習方法でしたらこの理想の泳ぐ姿勢も、一緒にね練習することできますので、これから取り組んでみようと思う方はですね、ぜひ、そちらのね、動画も見ていただきまして、2つ同時に練習すると2頭を追うもの2頭を手にすることができます。逆にですねこの理想の泳ぐ姿勢だけを手に入れようとしても、中性浮力がそもそも、ダメダメだったらですね、どっちも手に入りませんので、2つ同時に練習することを、お勧めさせてもらいます。はい、ということで今日はガイドがやってる理想の泳ぐ姿勢というテーマで、やってきたんですけれども、これはですね本当にメリットがでかい。空間把握能力をね存分に使えるっていうことは、いろんなことがね視界から情報として入ってきますし、今何が起こっているのか、どこら辺に進んでいるのか、いろんなありとあらゆる情報が入ってくるので、ガイドっていうのはですね、道にも迷わないですし、自分の状態も、把握できて、なおかつお客様の情報も把握できる、この空間把握能力っていう人間にはね素晴らしい能力が備わっているので、これを使わない手はありませんので、ぜひ、今日のね、スキルマスターしていただければ、また新しい世界がねダイビングで、見えてくると思いますので、ぜひ、練習して、マスターしてもらいたいと思います。はい、ということで、本日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。冒頭にもねお知らせさせてもらったんですけれども、6月5日にダイビング業界初となる、新サービスをローンチする予定となっていますので、そちらの情報をぜひチェックしてみてください。公式 LINE もですね、登録して、豪華特典、ぜひ、受け取って、楽しんで、ください。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。